ついにもが、身型護衛艦熊野が、初の海外派遣との情報をキャッチしました。今回は、この次世代護衛艦熊野初海外派遣を詳しく見ていきますね。何がすごいって、驚くべき AI システムが驚愕ですよ。これは、人がいらない状況になってますね。海上自衛隊において、2023年時点で保有、運用している最新の護衛艦の種類は、昨年2022年より、就役が開始されたのが身型であり、現在の動態では、唯一のフリゲート艦に該当する艦級として、艦首記号は、FFM が与えられている。も、が身型護衛艦のこの FFM という、新種の艦首記号は、頭の FF が、サイズや規模感を表し、同艦がフリゲート艦に該当することと、後ろの M は、マルチパーパス、多用途性と、マイン、機雷の両方を示すものとされている。こうしてもが、身型護衛艦は、海上自衛隊としては、現在唯一のフリゲート艦としての艦隊に、汎用性と、対機雷戦への装備を持たせると同時に、ステルス性に配慮した、構造と省人化を追求した設計が盛り込まれている。2023年3月には、すでにもが、身型護衛艦の4番艦の、ミクマが実戦配備されており、同艦は、3番艦の、の城とともに、佐世保の第13護衛隊へ、1番艦の、も、ガミと、2番艦の、熊野、が、横須賀の総解体群へと分散配置された状態だ。も、が身型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの艦隊を持ち、フリゲート艦とは言うものの、大胆予定の阿武隈型の倍近い排水量を誇る。このもが、身型護衛艦が搭載している機関は、イギリスのロールス・ロイス社製の MT30 ガスタービン機関1機と、ドイツの MAN 社製の 12V28-33D-STCD ゼル機関2機のコダグ方式であり、最大で出力7万馬力、速力30ノットを発生させる。構想が始まった当初のもが身型護衛艦は、アメリカ海軍の40ノット以上の速度を発揮する。沿海域戦闘艦をはために見ていたこともあって、それらと同等以上の速度性能を備えることが要求される性能の中に盛り込まれていた。しかし、こうした高速性能を実現する機関を搭載した場合には、国際的な海外への派遣任務等を考慮すれば、低燃費となり、故に、そうした活動に支障をきたすことが危惧され、航続距離と燃費のバランスの取れた、今の仕様に落ち着いた経緯を持つ。そして、この海外への派遣任務が、も、が身型護衛艦としては、初めて、2番艦である、熊野、に命じられることとなり、この2023年4月20日に、熊野、は、母港である横須賀を出港、シンガポールに向けての航行を開始した。今回の、熊野、は、シンガポールで開催が予定されているイムデクスアジア2023という主として海軍の装備品を展示する国際的な見本市に参加するべく派遣されたもので、同催しにはヘリコプター搭載護衛艦の出雲が参加した歴史もある。イムデクスアジア2023はシンガポールのチャンギエキシビションセンターにおいて2032年5月3日から5日までの3日間開催される予定となっており、アジア太平洋地域における最大規模の海軍の装備品を展示する催しと位置づけられている。このイムデクスアジア自体は、1997年に初開催されて以来、今回で四半世紀、つまり25回の開催を果たしており、今回は29カ国に上る各国から、延べで、
230ほどの関連装備品が展示されると、これまでにアナウンスされている。予想では、今回のイムデクスアジア2023においては、およそ69カ国から1万なおを超える参加者があると見込まれており、期間内には、関連する会議体やセミナー等の実施も予定され、世界各国の海軍関係者が集うイベントとなる。日本の海上自衛隊も、無論、四方を広い領海に囲まれた自国を防衛する任務を帯びているため、海洋国家の最も重要な防衛部隊として、世界の最新の海軍に向けた装備品の状況や現状について、見聞を広げる場として参加を行うのだろう。上方護衛艦の熊野は、このイムデクスアジア2023への参加に先駆けて、出航直後の4月20日と21日に、両日には、関東地方の南方の海域において、フランス海軍艦艇との合同軍事演習を行うなど、多忙なスケジュールをこなしている。このフランス海軍と日本の海上自衛隊との合同軍事演習には、オグリベルニー23という呼称が付与されており、前者からは、フロレアル級フリゲートの2番艦であるフレリアルが参加し、終了後には、横須賀港へと入港を果たした。フロレアル級フリゲートのフレリアルは、基準排水量が2600トン、満載排水量が2950トン、全長が 95.5 メートル、全幅が 14.0 メートルの艦体を持つ小型のフリゲート艦で、1992年に就役したいささか古い艦艇ではある。プレリアルは、その機関部には4機のディーゼル機関を組み合わせた CODAD 方式を採用しており、最大出力が 34,710 馬力、最高速度は20ノットとお世辞にも速いとは言えない性能ではあるが、これには理由がある。フロレアル級フリゲートは、1990年代に全6隻が建造されたが、次級で全5隻が建造されたラファエット級フリゲートに比して、実に3分の1ほどの建造費に過ぎず、徹底したコスト削減をテーマに、商船の建造手法を取り入れた艦艇である。そのため、軍艦としての性能ではなく、建造時の低コストに重点を置いて生み出されたのが、フロレアル級フリゲートであり、その意味においては、フランス政府の狙いの通りの艦艇として仕上げられたものと評価して良いのだろう。今回のオグリベルニー23の実施に際して、海上幕僚監部は、プレスリリースを4月21日付で出しており、それによれば、目的は参加した熊野の戦術上の技量の向上及びフランス海軍との連携の強化を挙げている。こうした熊野やプレリアルが実施した戦術的な訓練の背景には、もっと上位の近年の日本の安全保障上のテーマである自由で開かれたインド太平洋という概念があり、直接的には対中国を意識したものである。ただし、フランスはといえば、先頃も、マクロン大統領を筆頭に、大人数の政府関係者で、中国への訪問を行い、そこで、自国製の旅客機を、大量に中国に輸出する契約を約束を取り付けるなど、依然、中国への経済的な傾斜は激しい。フランスを、はじめとして、ヨーロッパ各国からしてみれば、中国は、自らの国には直接の軍事的な脅威を与える存在ではなく、切れ、ゆえに、経済的な利得という観点からは、未だチャイナマネーを取り込みたいという意欲に溢れている。こうした姿勢は、EU のそして、NATO 加盟国の中で、最大の経済的な実力を持つドイツもほぼ同様であり、ロシア・ウクライナ戦争の世紀によって
多少政治的なパフォーマンスとしては、中国を牽制するような言説も見受けられるが、注意が必要だろう。日本としては、こうしたフランスやドイツの対中国政策の現実を観察しながら、それらの国々をうまく利用するくらいの腹積もりで、接触を心がけた方がよく、今後は、狡猾な外交姿勢を確立していく、必要があると、個人的には感じている。全くの余談ではあるが、今回のイムデクスアジア2023への海上自衛隊の、熊野、の参加について、日本のインターネットの一部の声には、その行動を疑問視し、不適切なものなのではないのかと指摘するものも見受けられる。そうした意見の趣旨としては、海上自衛隊の最新鋭にして、ステルス性を備えたもが、身型護衛艦を海外に派遣することは、その性能の漏洩につながりかねない、行いだと言いたいようなのだが、どうなのだろうか。例えば、これが潜水艦だとするならば、海上自衛隊の中核の戦力であり、仮に、そのオトモンを中国等に収集される可能性は、現に慎むべきだと思うが、水上戦闘艦はいずれにせよ海上に浮いており、その意味で、秘匿性は薄いとしか言いようがない。